スプスエンジェントは、ロシアの天文学者で、プログラマのウラジミール・ローミニュックによって、開発されている、独自の 3D 宇宙空間シミュレーションソフトウェア及び、ゲームエンジンである。実際の天体データと科学的に正確な、自動生成アルゴリズムを組み合わせて、宇宙全体の3次元プラネタリウムを生成する。ユーザーは、任意の方向と速度で、空間内を移動したり、 時間を進めたり巻き戻したりすることができる。マイクロソフト Windows 上で動作するフリーウェアで、現行バージョンはベータ版である。温度、質量、半径などの天体の特性は HUD およびその他の情報ウィンドウに表示される。ユーザーは小さな小惑星や衛星から大きな金河団に至るまで、セレステアなどの他のシミュレータと同様に様々な天体を観測することができる。 スプスセンジェンには、ヒッパルコスカタログの構成や、NGC や IC カタログの銀河系、有名ないくつかの星雲、基地の境外惑星とその構成系など、何千もの実在する天体が実際のデータに基づいて再現されている。観測されていない未知の領域には、天体がプロシージャルに生成される。スプスセンジェンは、地球を中心とした10億立方パーセクの空間を、 生成する。その内部には実際のデータに基づいて再現された実在する天体とプロシージャルに生成された天体が含まれる。プロシージャル生成を利用することによって他のシミュレータよりもはるかに巨大なスケールでの宇宙探索を体験することが可能となっている。スプス宣言で再現されている実在する天体は太陽系はもちろん有名な星雲や星団、恒星。 NGC や IC カタログなどの銀河系、ヒッパルコスカタログの構成などがある。スプスエンジェンは以下の天体をプロシージャルに生成する地球型惑星の表面の地形はフラクタルノイズに基づくアルゴリズムを用いて生成される。すべてが同じシードに基づいており、プログラムが実行されるすべてのコンピュータで同じシミュレートがなされているので、ユーザー間で場所を共有することができる。 スプスエンジェンの宇宙船モードでは、完成、重力移動、および大気圏内の航空力学をシミュレートしている。FTL 工法は現実には不可能とされているが、スプスエンジェンは、アルクビエレドライブに基づいて、ワープドライブを実装している。赤型変異する銀が、ブラックホールによって引き起こされる重力赤型変異、およびワープドライブによって生じる、理論的な赤型変異などの領域では、 光の速度に対する相対論的効果がシミュレートされる。キーボードとマウスを使用して宇宙空間を移動することができる。クリックで天体を選択することができ、その状態で G キーを押すとその天体へ移動することができる。天体は検索ウィンドウで調べて選択することもできる。カメラ制御には異なる3つのモードがあり、フリーモードではカメラは完成を無視し自由に移動する。 設定できる最大移動速度は秒速1億パーセク。宇宙船モードおよび航空機モードでは完成が働き、ユーザーは速度ではなく加速度を設定する。航空機モードではカメラは進行方向に向くが、宇宙船モードではその限りでない。ユーザーはゲーム内で進行する時間を加速、減速、停止、逆行させたり、 特定の時間に移動することができる。ただし、入力ウィンドウでは、マイナス21億4748万3648年1月1日から21億4748万3648年12月31日までの日付しか受け付けられない。これらの限界を超えると、物理は正常に動作するが、 データオーバーフローのためカレンダー表示がアループする。すべてのキーボードショートカットは設定でカスタマイズできる。スプスエンジェンにはすべての天体に関する詳細情報を提供するウィキデータベースが組み込まれており、プレイヤーは名前と説明を作成することができる。また、任意の時間と場所を保存しロードするとそこから再開できるローケーションデータベースも有する。 星系を構成する天体は後転、自転し、連星系はお互いの重心を周回するが、構成の正しい運動はシミュレートされず、銀河系は固定された位置にあり回転しない。ボイジャー2号のような現実世界の宇宙船のほとんどはスプセンジェンに実装されていない。また、星間吸収もスプセンジェンではモデル化されていない。スプセンジェンの開発は2005年に始まり、 2010年6月に初公開された。このソフトは C で書かれており、エンジンはオパングルをグラフィック API として使用し、GLSL で記述されたシェーダーを使用している。公式の最新バージョンは0.9、9.0である。新バージョンの開発が進むにつれて、ウラジミール・ローミニュックは開発状況を定期的に公表している。 プラネタリウムソフトウェアを拡張して完成させることに加えてエンジンを使用してゲームを作成し最終的に他の開発者にエンジンのライセンスを供与する意向を表明している。スプスエンジェンは現在 Windows のみで動作するが将来的には MacOS と Linux にも対応する計画がある。スプスエンジェンは簡単に変更可能で様々なアドオンをサポートしている。 コミュニティでは、高解像度テクスチャ、ローカライゼーションファイル、宇宙船のモデル、銀河系のモデル、シェーダー、レンズフレア効果、架空の惑星など多くのアドオンが作成されている。ほとんどのアドオンは公式ウェブサイトのフォーラムに掲載されている。アドオンの作り方は公式サイトのマニュアルに記載されている。ありがとうございます。